皆さんこんにちは、闘病です。今回はキャンメックさんから発売中のパウダーチークス PW20 ロリポップピンクをご紹介させていただきます。ぜひご覧ください。こちらのチーク、恋コスメだよ。お値段は税抜きで550円です。お次は成分表をご覧ください。それでは開封開始にゃん。まずはフィルム剥がしをしていきます。商品をひっくり返すと裏面のフィルムに切り込みが入っていますので、そちらからこのようにペリ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 、若干強引ではありましたものの、このように綺麗に剥がすことができました。今から手の甲に試し塗りをしていきます。蓋を開けるとチークと付属の小さなブラシがついてきます。こちらのブラシは肌触りがとてもよく、チクチクしません。ノンノンチクチク、ノンノンチクチク。こちらのチークを付属のブラシに取ってみると、こんな感じです。手の甲に塗ってみます。ん？超薄付きです。お次は指で取るにゃん。指で取ってみるとこんな感じ。そしてこちらを手の甲に塗ってみると、薄ピンクとラメ感がお出まし。さらに上から重ねます。すると単体でも可愛いけれど、濃いチークのぼかしにも使えそうなお色に発色してくれました。これでお試し終わり。ちなみになんですが、先ほどからチラチラ映っている正体は、なんと飼い猫のオス猫ちゃんでした。僕の出演料高いよ。映すなら事務所通してくれる？ギャラはチュール10本だね。こちらのチークは UV カットと保湿効果があり、美容オイル成分が配合されていますので、しっとりサラサラとしています。写真で手の甲に塗布した感じを見てみると、このような感じです。付属のブラシは少し柔らかすぎるかなという感じですが、チクチクはしないのでとても使えます。ご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。もしいいなと思われた方は、いいねとチャンネル登録ボタンをぜひよろしくお願いいたします。 Twitter のフォローもよろしくね。では次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。